高身長イケメン、一年中雨が降り続ける地域に住んでほしい。今日はですね、低身長男性におすすめの縦のラインを強調したコーデ術を紹介します。これを試せば身長を全く気にせずに自信を持っておしゃれを楽しめます。ぜひ最後までご覧ください。では本編、ルーキティングイ、じゃじゃん。まず1個目はストライプの服を着るです。ストライプは見た目の通り縦のラインが強調されますので、視覚的に身長が高く見えます。ただこのような一般的なストライプは今のファッション業界では見る数が減ってきましたので、僕はこちらの画像のようなストライプが入っているけども単色の若干ストライプが入っているように見える服がおすすめです。これだとストライプを挑戦したことがない人でも試せますのでおすすめです。次はパンツをハイウエストで履くです。これは超簡単な方法で、このようにパンツをいつもの腰の位置からやや上げてへそあたりで履いてください。こうすることによって腰の位置が高く見えて足が長く見えて身長が高く見られやすいです。次はこちら、モノトーンでコーデを組む。モノトーン、特にダークトーンのモノトーンは縦のラインを強調する効果があります。ブラックやダークグレーなどのダークトーンのモノトーンカラーで統一感を持たせることによって全体のバランスが良くなりスタイルが良く見えます。次は長めのアウターを着るです。これ意外だと思う方も多いと思うんですが、やや長めのアウターを着てインナーをタックインすることによって腰の位置が高く見え、プラスで長めのアウターが縦のラインを強調してくれますので、足長効果プラス身長が高く見える効果が見込めます。ただ膝下まで行っちゃうとか大きすぎるアウターは逆効果なので、サイズ選びに注意しましょう。次は長めのアクセサリーをつけるです。このように長めのアクセサリーをつけることによってその分縦のラインが強調されますので、スタイルアップ効果が得られます。僕は長いブラックのレザーのネックレスがおすすめです。次にソールが厚めのシューズを履くです。ソールが厚めの靴を履くことによって物理的に身長が伸びて縦のラインが出やすくなりますので、スタイルアップ効果につながります。やっぱり実際の身長を持っちゃうのが一番手っ取り早いですよね。次はパンツと同じ色のベルトを使うです。パンツとベルトを違う色にしちゃうとコーデ全体に統一感がなくなって縦のラインが強調されにくくなっちゃいますので、基本的にはパンツと同系色やパンツと近い色のベルトをすることがおすすめです。次はレイヤリングテクニックを使うです。めっちゃこれかっこいい名前だけど、やってることは単純で、例えばシャツの下にタンクトップとかを合わせてレイヤードをして縦のラインを強調する方法です。長めのタンクトップを合わすと専業長めのタンクトップを合わすことによって腰の位置をどこかわからなく錯覚させる効果もあって、スタイルアップ効果を得られますので、よかったらお試しください。で次10個目が姿勢です。やっぱり身長を高く見せる上で姿勢も大事で、こうやってねもう丸く縮こまったりとかこうとかじゃなくて、まっすぐね上からつらえてるようなイメージで手はできるだけまっすぐ伸ばして、なるべくね身長が物理的に高くなるようにいい姿勢を保っていただくことがおすすめです。僕はねやっぱ姿勢がこう悪いんでこうなっちゃいますけども、こうのさ絶対身長高く見えるんで、ぜひお試しください。で写真をね撮る際は片足を前に出して姿勢を良くするポーズがおすすめです。以上、低身長男性に向けた縦のラインを強調するコーデ術を全部で10個紹介していきました。ぜひこれらのテクニックを取り入れて自分に自信を持っておしゃれを楽しんでください。もし動画が参考になったら高評価をお願いします。ではまたお会いしましょう。以上、アリビッテルシュ、さよなら、バイバイ。